それでは、出発したいと思います。はい、ということで今無線待機をしていたんですけれども、無線が入りましたんで約10分で受け付けるところというところでご指名があり、ご指定がありましたんで10分で行けると判断しましたので無線を取りました。これから向かいたいと思います。ちょっとお客さんのプライバシーがありますので、もちろんお客さんの家の近くになりましたら止めますけれども、少し流して、話などしていきたいと思います。大阪市内で、大阪地域交通圏というんですけれども、大阪市内を中心に営業している車というのはほとんど大阪、当然大阪市内ですね、北南などを中心に営業、流し営業、あるいは乗り場につけて営業しているわけなんですけれども、私は大阪府の八尾市というところで、地域密着無線を取るというのを中心に、営業しています。そこはちょっと違うところですね。で、お客さんの率はもう8割方、無線と、10本あったら 7、8本は無線で行くというのが、普通になっております。で、無線ですので、この、まあ、地域、地方ということで、お年寄りがやはり多いですね。おじいさんおばあさんが通院するのに通うということで、まあ、客層は非常に、お相手しやすいと。変なおっさんとか酔っ払いとかは、まず乗ってこないという感じで、まあ、精神的には非常に安定して、仕事ができているというんですけども、まあ、もちろん、反面、デメリットもありまして、単価が低いんですね。やはりおじいさんおばあさん、しかもこの地方都市ですので、距離が短いと、ということで単価が変わらないというところはあります。そして流しと違いまして、無線ですからこういうふうに空車状態で迎えに行かないといけないんですね。今カチッと言いましたが、まあ、芸者という予約者という形で、表のサイネージを変えまして迎えに行くということになります。で、このお客さんを迎えに行くときもですね、普通のタクシー会社は迎車料金といいまして、まあ、大体平均300円ぐらいメーター料金に上乗せになるんで、結構1メーター乗っても1000円近く行くんですけれども、うちの会社の場合は迎車メーターも入れていないということでですね、660円が非常に多いと。で、お客さんも中には心苦しいね、ごめんねと言って乗ってから来られる方も多いんですけれども、まあ、いかんせんね、10分15分かけて行って迎えに行って、またお送りして、だいたい全部で30分ぐらいかかりますよね。それで660円ということになると、ガクということになりますよね。660円で2本取りましても1320円で、税抜きですから約1220円ぐらいになるかと思うんですけれども、これから私の賃率である 55% もあっても、当然これは最低賃率、最賃までいかないということになりますので、ちょっとこれはね、問題ですよね。まあ、最低賃金は会社一応保証はしてくれていますし、最賃を上回るぐらいの給料は今のところもらえているんですけども、まあ、逆に言えばそこら辺のコンビニで働くよりももう賃率がまあ良くない、賃金が良くないという程度の給料しかないというのが現状です。もっと頑張って働けばいいんですけどね、ちょっと私が今心身の具合であまりフルに働いてないというのは大きな要因ではあります。頑張ってあれば多分1日1万5000円で24勤務36万円かける、うちは 63% ですから20万強はまあもらえるはずです。ですので、まあ、子供を大学に行かそうとか、そういう家庭の持ちの方はちょっとしんどいんでと思うんですけども、共働きをしていたりとか、まあ、うちみたいに子供がいなかったりという家庭でしたら十分にやっていけるぐらいの、給料は稼げますし、いわゆるタクシー運転手につき、の酔っ払いに絡まれるですとか、強盗にね、襲われるですとか、そういった心配はまあほぼないと。で、これしかも、八尾市内地域密着無線で乗ってると、まあ今言ったように1日1万5000円というのも結構カツカツギリギリぐらいなんですけれども、大阪市内に行けばもっと上がります。1日まあ2万円ぐらいが上がっても全然普通のレベルですね。そうしますと、まあ月40万以上と。いうことで、まあ月の給料30万手取り税抜き前で、額面ベースで30万ぐらいいってる人も結構昼勤ではいるんじゃないでしょうか。それぐらい頑張って稼ぐこともできますし、私も近い将来それぐらいは目指したいと思っています。今通過しましたのが青山町という交差点で、
ここがもう渋滞多発地帯でもう有名なとこなんですね。もうここに入ってしまうともう動かないと。今ラッキーにも結構スッと抜けましたけれども、できたらここは避けて通るルート組みたいところですね。今はちょっと最短距離で行かないといけないんで、どうしてもこの青山町は避けるわけにいかなかったんですけれども、今後の、営業の動画ではここを避けて通るようなルートも紹介していきたいと思います。では一旦切ります。はい、ということで1本目がですね、大阪、八尾市立病院ということで乗せてきまして、1060円出ました。まあ、お乗せしたおばあちゃんがですね、ちょっと口うるさいおばあちゃんで、まあ見た目感じ可愛らしいおばあちゃんなんですけど、あ、違う違う、何言ってんのみたいな感じで言う、よく言いますよね。あの、意地悪ばあさんと言いますか。まあ、あの人の、あの、お嫁さんは大変だろうなと思いながら接客してましたけど、まあ、おそらく二度と会うこともないですね。まあ、別にいいでしょう、ということで切り替えるのが、ですね、ベストだと思います。まあ、1000円以上乗ってくれたんで、よしとしましょう。で、今向かっているのが JR の久宝寺駅の乗り場ですね。ここに行きますと、何があるかと言いますと、無料のトイレがあるんですね。基本 JR、ここにも乗り場はあるんですが、私は基本この JR の久宝寺の乗り場は一切並びません。トイレ休憩の時に使うだけですね。ちょっとここに止めてトイレ休憩に行っていきたいと思います。はい、ということで今ディディで注文が入りましたので乗せていきたいと思います。はい、じゃあこの信号で止まったところでよろしいでしょうかね。はい、ありがとうございます。1060円ですね。はい、でこれに1060と打ち込みまして、プリント、アプリ決済を行いました。はい、アプリ決済完了ということでこれで終了となります。今昭和町の地下鉄御堂筋線の昭和町の駅からおばあちゃんを一人お乗せしまして、1メーターでしたけれども、こういうのは1メーターでも全然痛くないんですよね。というのも奈良市の場合は、まあ、あの移動を兼ねてるわけですね。今のところでしたら阿倍野橋の駅に向かっているところだったんですけど、それを偶発的に乗せたわけですから、もう待ち時間ゼロで乗せたということで、1メーターでも全然痛くないと。どっちかというとね、やっぱり無線だったり一番やっぱり痛いのは1時間ぐらい、ま、乗り場に並んだ後にさらっと660円乗られてしまうのが一番きついでしょうね。まあ、ただそれも運ですからね、しょうがないです。それに対してブスッとしたいですとか、態度を悪いの、まあ、歩いていけばいいのにみたいなことを言うような乗務員は本当に最悪ですね。そういうことを言う乗務員はもう今すぐ二種免許を返納していただきたいと私は思います。660円だろうが、で、あの、長距離だろうが同じように接するのが、これは当然の心構えですね。で、660円を嘆くより、とにかく本数をいっぱい取ると。本数をいっぱい取れば確率的に長距離も当たることも多くなると。いうことと、あとはまあなるべく長距離が当たりやすいようなところを流せということですね。自分の腕がないのを嘆く、射撃先に嘆きなさいということです。まあちょっと雑談になりましたけども、今走ってるのは阿鼻子筋ですね。地下鉄御堂筋線の上、阿鼻子筋です。阿鼻子筋と阿倍野筋があってちょっとややこしいんですけども、これをまっすぐ行くと、阿倍野橋の乗り場のところに近づきます。昭和町のあたりって結構ね、手が上がることがあるんで要注意ですね。先ほどのおばあちゃんここでのお見せしました。
りあえずまず一発目、私の市内における常宿といいましょうか、ねぐらといいましょうか、あの天王寺の阿部の駅前、阿部のハルカス前をご紹介したいと思います。ここもまあ別にね、そんなにポン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 効率よく乗せれるわけでもないし、一心寺さんをはじめとするワンメーター地獄もあるんですけども、まあ八尾で近鉄八尾駅前、省略所金八尾で待ってるよりはまあ長距離が若干出やすいかなと。結構梅田とかね、海遊館とか言ってくれる人もいますし、前中国人のお客さんで海遊館まで乗せたこともあります。それともう一つは、先ほどから言っている DD ですね。 DD が天王寺近辺でなるのかというのを実証したいんですが、情報によるとどうも難波とかやはりですね、海遊館とかその辺りに行くと中国人が中国版の TT 中心という元々の中国版のアプリを使って呼ぶことが多いんで、一回中国人のお客さん拾ってみたいですね。乗務員の中で外国語で対応するのをすごく嫌がるお客さんもいるんですが、私は外国人のお客さんは大好きですね。あんまり道詳しくないですから細かく逆行きとか言わないですし、遠回りしたとか言わないですしね。で中国語で喋ると、喜んでくれますね。さて流していってもお客さんはいなさそうですので、このままアベノハルカス前の乗り場に突撃ということになりそうですね。どうでしょうね、10時過ぎですからもうちょっと早い時間に来ると少し列が短いと思うんですが、ちょっとこの時間になると列が、あ、あくれました。あ、どうぞどうぞ、ありがとうございます。おはようございます。はい、すいません、ピットベイン、はい、これまっすぐですね。はい、すごい、どうしようか。あ、鉄道病院だと下を曲がる感じですか。そうです、まっすぐ下行っていただいて、はい、で曲がって左っかですね。え、そうですね、はい、警察病院だか、違いました鉄道病院って警察病院って近くで申し上げない、いえ、とんでもないですで大ですかね。はい、
すいませんでした。あ、はい、ありがとうございます。こちらでいいですかね。はい、660円ですね。はい、じゃあ1000円で。はい、では340円です。はい、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 ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、またまた1メーターでした。ということですけども、先ほど言った理由でですね、この流しの1メーター全く美味しいと言いますか、ありがたいですよね。阿部の区役所前から鉄道病院歩けよーっていう感じ距離ですね。まあでも行きがけの駄賃です。本当にこれ行きがけの駄賃ですから、全然痛いどころか美味しい美味しいということでいただきました。はい、もうここ曲がるとすぐ乗り場ですんでね、左側に車がつけてるはずですが、ちなみに鉄道病院さんは確か近鉄タクシーさんの独占乗り場ですね。だから我々並ぶことはできないと。で、ここの末尾に並ぶんですけどね、この小屋、左手に映ってる小屋ですね、ここより後ろだとちょっとねっていう感じなんですね。ここの小屋でだいたい2、30分でしょうか。今朝だからちょっと回転すると思うんですけど、30分以内に乗せれればまあラッキーかなと思います。この時間は休憩時間に編入しますね。まあ、ちょっと止まってしまったのでしばらく止めます。ママ、シュネ、看什么手机？我看手机。你今天坚持不看手机，我们就坚持就到酒店跟你们。坚持是什么？就一直看。坚持是什么意思？就是一直看，到了晚上回到酒店才看。只有回到酒店才能看，在外面不能看吗？嗯。受付を終了しました。什么时候到？为什么要坚持呢？为了安全。这也不方便，血液透析。去北京转机，所以他们今天走，我们明天走。我们不是要去内蒙古吗？我们明年才去，今年不去。这个橡皮筋和这个，这是一个胃病中心，胃肠病中心。嗯。开到了，你看。
的有摄像头了，说明呢，我们看一下家里的小铃铛在干嘛，对不对？有摄像头。我下车再看吧。准备扭尾巴的，就准备扭屁股那一天，小铃铛扭屁股那一天，你还记不记得？嗯。在想什么？在想什么，爸爸？我们现在在这个地方就是叮当猫的家，知道吧？就是那个机器猫的家在这里。机器猫在哪？机器猫它家在这个，就在这个城市。好像没看到机器猫。没有看过。不懂是什么。就机器猫在这里出生的，知道不？翻一个机器猫给他看吧。我不懂，什么意思？妈妈在翻什么？妈，我发妈妈的信息。
禁烟车，车上不能吸烟。车，禁烟车，车子，车。对。车门是自动的，司机老师教过我们车那个字。是什么酱？是什么酱？什么酱？不要打开啊，准备是奶酪。奶酪是吗？蘸面包吃的奶酪。吃什么面包？什么面包都可以蘸。我把这个给抠开。哎，抠干净弄着很脏吧？是，你不吃这个。这是禁止停车。对。禁止停车。是的。这里应该是步行街吧？哦，对，在这里。嗯，来，停在这里啊。谢谢，1380块。好，一起来接吧。找您120。嘿，ありがとうございます。谢谢大肠。谢谢。好。再见。いやバッチリ中国人の方乗ってきてくれましたね。アベノハルカス前はですね、中国人やはり旅行される方が多いんで、中国人乗ってこられることが多いですね。今それでディーディーを入れまして、難波近辺ですね、ディーディーが鳴る可能性もあります。もちろんお客さん流して乗ってこられる方もいますね。ちょっとぐるぐると流してみましょう。そのディーディーの端末を持っている方から一番近い車が順番に呼ばれていきますんで、この辺をぐるぐる回っていればディーディーが呼ばれる可能性はありますね。この先の周防町で左入ってみましょうか。さっき黒門市場のとこ右手に映ってたと思うんですけども、中国人が山なりにいましたんでね、あなたにいたらなんかなるんじゃないかという気がしなくもないんで、もう一回境筋をぐるっと回って境筋を北上して流してみたいと思います。本来のタクシーの営業はこういうもんですね、まあ、もっとこの本当は南と秋田の繁華街に突っ込んでですね、お客さんを探るというようなことも しなくてはいけないんでしょうか。私はそういうことはあんましたくないんで、主に境筋北上、御堂筋南下みたいな感じと、先ほどの天王寺駅の明るく住まいで客待ちというのを中心にやっています。あとはもうお客さんがどこ行ってくれ、あそこ行ってくれというのの、もうそれを順次乗せていくしかないんでね、もうその順次乗せた後からまた市内の方に戻ってくるところでまた乗せたいというのを繰り返しですね。やっぱり今日はちょっとなんかあれですね、
なんか行分が行為じゃないですけど、お客さん先ほども明らかに手を開けてる方いらっしゃいましたし、なんとなくお客さんが乗ってきそうな雰囲気ありますね。1時ぐらい過ぎても全くこれあかんわっていう時もあるんですけれども、1時間ぐらい全然乗せられない時もありますけど、今日はなんか全く狙ってないとこで不意に手が上がりますんでね、非常に今日は魚群が濃いと。累計4820円税込みですね。まだ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 なんです。まあ午前中で1万円いとかないと本当はダメなんですけどね、朝今日はゆっくりでしたからしょうがないです。市内のいいところはですね、こうやって流してポンと乗ってきてくれるということもあるんですけど、とにかく単価が高いんですよね。南で乗せていきなり梅田までとか、南森町までとか、結構ね、森の宮までとか結構長いですよね。八尾の病院前だと本当にやっぱり病院行きオンリーですから限られちゃいますよね、行く先が。あとさっきみたいに中国人が乗ってきたりとか、あの人は私が中国語を喋っても全く普通に会話してましたね。普通は運転手さんなんで中国語を喋れるのみたいな会話があったりするんですけど、普通に中国語で会話してしまいました。ああいうふうにポンと天王寺から難波までタクシー乗ってくるのは、まあ間違いなく富裕層ですよね。お金持ってそうだなって感じの人でした。はい、では周防町、まあここもそんなには乗ってこないですね。過去1回ぐらいしか乗せた記憶がないんですけど、坂井筋北上というのは非常にやっぱりね、これは熱いポイントなんですよ。市内で流すにあたっては基本私は堺筋北上というのを狙いにしています。でこういうふうに人がいっぱいいて何か乗ってきそうなんですけど、こういうとこって意外とねないんですよね。こういうとこで待っててもあんまり乗ってこないですね。市内を流して一番やっぱり嬉しいのは、あれですよね、不意打ちが結構多いんですよね。ここで、あの辺りで乗せようかなというふうにして、車を流している途中に、ふっと手が上がって乗ってきてくれると。これはまあ一番嬉しいパターンですよね。時間的なロスもゼロですんで。ちょっと右側のレーン行こうかどっか迷ったんですが、左側に入ってみました。右側の方行くとどうしてもちょっとね、境筋に戻るのが時間かかりますので、ただここの左が入っちゃうとですね、前に空車が走ってると絶対乗せられないんで、いたしかよしなんですが、どうも、楽園に。はい、楽園に。
はい、ありがとうございます。120円ですね、はい、はい、じゃあ200円の返しです。はい、ありがとうございます。ありがとう。あ、はい、またよろしくお願いします。本日というところまでして820円いただきました。ありがとうございました。はい。この辺りが、ね、この日がすごいですよね。この土塀と半築が、半築の壁ですよ、これ。寝台の万里の頂上かと言いたくなるくらいの、この家すごいなと思って、そう思ってるんですけどね。はい、ということでですね、運よく近鉄八尾駅前、実質上の街ゼロということで、入れ食い状態で来まして、今、先頭で待っていますが、ちょっとここで待ってますね。まあ、電車が着いたりする、タイミングとかもありますんで、何分か待つことはあります。そろそろ乗ってこられるんじゃないかと思います。はい、どうぞ。こんにちは。すみません、はい、パタヤスの八尾自動車教習所。八尾自動車教習所ですね。はい、教習所ですが、こちらでよろしいですか。あ、こうですかね、はい、こういう教習所ですね、はい、はい、はい、ありがとうございます、はい、1220円ですね。いくら1220円。はい、30円はよろしいですか。よろしいですか。はい、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ということで、金八尾駅前から八尾ドラと言いますけどね、八尾ドライビングスクール八尾教習所まで1220円いただきました。ありがとうございました。ということでですね、まだ時間が2時前なんですけど、ちょっと今日私は午後に用事があるということで、これで上がらせていただきます。売上は1820円ということでしたね。まあかなり薄口なんですけど、ちょっと今日は用事があるということでご乗車ください。で、納金するときにですね、こういう感じで1820円納金してくださいということで、いろいろごちゃごちゃと数字を書きます。何回乗ったかとか、お客さん何人乗ったかとか書きまして、前には、そうですね、時間と、どこまで何人、男女何人いくら、どこで休憩取ったか、DD がいくら使ってくれたかといったことを書きます。はい、そしてこのタコグラフというのですね、何キロぐらい出てるですとか、どっからどこまで何時から何時まで休憩が取ったとか、そういうのが全部で記録される、こういうのがあるんですけど、このタコグラフと
先ほどのレシート、日報、これがこのプラスチックの乗務衣装ですね。これを一緒にして提出して納金をして、あとは洗車をして、はい、おしまいということになります。ということで、これがまあ乗務員の一日ということでしたけどね。今日は八尾と、あとまあ市内と両方まあ乗れたので、ざっくりと色どういう状況かというのが分かったかと思います。ということで、今日の、テーマはこれらにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。